じゃあよっちさんお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、今日は今から行きます。はい、行きます。マジでもう1週間に3回ぐらい会ってるんで。あ、そうなんですか。もうほぼ家族ですからね。ほぼ家族、ほぼ会ってます。弟よりも会ってる。一緒に。なんか仲良しの秘訣とかってありますか。言っちゃってください。とりあえずそうですね、もう素で会う。作らないですもんね。もう作らない。本当に何でも言っちゃうしね。何でも言っちゃうよね。とりあえず暇だったら店主に連絡する。そう、店主も暇だったら連絡する。そう、で大抵空いてる。大抵空いてる。で、会ってすぐに何見るって、映画から始まる。とりあえず映画はめっちゃ映画見ようやって。天聖くんのなんか印象を教えてもらえたらなと思います。そうですね、まあ、明るいですね、とにかく。で、もう人脈が広い。僕が知り合った友達、大体知ってます。大体知ってるような。確かに、ね、天聖くん知ってるわっていうぐらい人脈広くて、はい、もう人柄がいい。とりあえずほんまにそれだけ。中身はスカスカです。知識も食パン並みに。そう、知識もない、勉強もしないけど、はい、人脈と人間性できてます。一応大学生です。だからこういう人がやっぱ仕事できるんですよ。僕はそう思って勉強したことないもん。ない。いつも一夜漬けで生きてるタイプ。結構だけどやっぱり結局ね、まあ、喋れるのが一番強いですね。そう、ここ右ですか。まっすぐです。まっすぐですか。僕らの出会いはこう渋谷で、はい、まあ、ご飯行こうって言って、まあ、出会って1秒目からこれですよね。そう。あ、手ですよ。ちょうどおい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 。これが初絡みの時。初絡み。ちょうど1年前ぐらいですね。こんなんじゃないの。初めましてじゃない。えぐい。もうそれぐらいもう軽いですね。軽いね。タッチ軽くて深い。そう。それぐらいなんかね、いい人でしたわ。まあ、飯は送りましたけどね。やっぱその時当初やっぱね。当初僕先輩だったんで。そう、先輩だったから。今は先輩かな。今も先輩。だから天聖くんと仲良くすれば元気がもらえると。そう、アンパンマン の, あのこれ食べるのと同じぐらい元気湧いてくるんで、一緒にいるとすごいっす。わかりました。で、逆に天聖さんがよっちさんの印象を教えてください。印象は、まあ、最初なんかインスタグラムで、はい、あの相互でフォローしてて、はい、で DM で遊ぼうやってって最初はフォロワーも多いし、まあ、彼女可愛いなみたいな感じだったんですけど、まあ、会っちゃったらね、とにかくもう口から生まれたんですかって喋る。とりあえず結構写真と全然会ったら違うみたいな。だって写真はやっぱこの顔じゃないですか。静かそう。なんか韓国生まれみたいな。なんで静かそうだけどめっちゃ喋るんですよ。マジで関西出身の。そう、やっぱそれがいいところ。あとは優しい。あ、料理ができる。それいる。料理がめっちゃうまい。そう、結構好きですね。そうで、呼んだらすぐ来る。こっから言うな。大事。これ大事。まあ、まあ大事。一番大事。これ大事。一番大事だよね。やっぱ付き合いがちゃうラジオ。ふっからは絶対好かれるんで。そこですね、やっぱり。ね、絶対怒んない。超優しい。彼女にもめっちゃ優しい。彼女には怒るかもしれないけど、でも全然怒らへんな、普段の。ね、多分軽く刺されても全然怒らへん。いった、まあいいよぐらいだね。全然、もうほんまに人とか殴ったことない。なんか怒らない秘訣、なんかそういうのありますか。なんか僕、寝たら忘れるんですよ、全部。もう朝起きればちょっと消えてるんで、あんまりこう、苦にならないですよ。でも生きてる上であんま我慢することが少ないです。ストレスフリー。嫌だと思わなくですね。なるほど。例えば、まあ、喧嘩になっても、まあ、向こうがこう思ってるから仕方ないなみたいな感じで割り切る。まあ、テンスも同じ感じだ、うん、割り切ってもそう、割り切るし、なんかそもそもなんかそれを嫌だったら思わないんですよ。そう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 。思わないですね、あんまりないし。ムカつくときないよ、あんまり人に。この人嫌いとかこの人ムカつくとかはあんまりないですね。ない。調子乗んない。いやいや、同じぐらいやん。二人で漫才いけそうですね。笑いコンビ。確かによく言われるんですけどね。はい、でも出始めはこんな感じでした。二人でこうインスタでライブとかしてるときに漫才組みませんみたいなね。何もせずになんか面白い話だけど、勝手にネタが始まるんですよ。どこにいてもするよね。よっちに電話したら、はい、本題に電話が入る までに5分かかるんですよ、毎回も。そう、ボケてくるから、もしもし電話で。いや、お前が先に、もしもし行く始まって。もしもし、お世話になってますとか、なんかボケてくるから。めんどくさいマジめんどくさい。電話はやっぱじゃあ最低5分は。あ、もう5分は全然もう、うん、で30分は必ずする。いや、めっちゃ短いからもう長いからですから。短い時ははい、これどこいんの。 OK で終わり。さあ、倉庫行ってうちにね、あの着きましたもうアポ取ってます。え、そうなんですか。はい。カレー屋赤丸、大正50年創業。あ、違うね、創業2007年ですね。こちらがあの赤丸です。東京で一番うまい。マジで絶対。もう多分先週行ってぐらい。うん。
どのぐらいの頻度で通われてるんですか？俺は結構やはり1週間に1回で週1で今多分僕あの先週初めて行ってうますぎて LINE でずっといつ行くいつ行くって言って今日になりました。帰りました。ここでいつも何食べられるんですか？こいつ先生します。もともと友達に紹介してもらって、はい、でそっからね大体持ってきてるな。周りがカレー好き多くて、そのカレー好きの人がなんかめっちゃうまい作ってます。来たら、やばい。絶対東京で一番うまい。食べやすい。全員が好きな。あ、そうなんですね。ちょっとチーズをね、混ぜてね。うまいな。焼くだ。焼きましょう。焼きました。焼きました。やりたいで。牛すじ。どうでしたか？マジうまい。実際1週間に3回いける。いけるな。女性とかもし来るんだったらご飯少なめにした方がいい。ハーフぐらいの方がちょうどいいです。あれの量はメンズでも結構ガッツリです、ね。ちょっと安いです。あれ1000円ですから、うん、マジで安いです。コスパ半端ないですね。半端ない。新宿だったら8500円ぐらいしちゃった。金銭が狂ってるな。狂ってんな。やばいな。大体いつもこの後買い物とかする。本当ですか？このまま、ね、大会のままで歩いて、うん、で大会の買い物して帰る。歩くやろ。当たりましょう。大体の集合が、ね、1時ぐらいです。1時ぐらいに集まって、夜までね。そうで、この前とか釣り行こうっつって、はい、そうなんか午後から雨の予報だったんで、普通に朝から行く。そうです、10時に集合しようっつって、はい、起きない。違う、起きれないです。気持ちはだから9時ぐらいに起きるとなるんですけど、気持ちはね、起きたら11時、あ、まあ睡魔がね、そう、それでいきしょうがない、まあ、でも寝るのがね、4時5時ぐらい、そう、そっからの11時の普通ぐらいですよ、寝れてる量。でもそれもまあ仕事ですとか言われたらまあしょうがないじゃないですか。仕事じゃない。ゲームゲームだけじゃない。一応パソコンカチカチとかもしてるんですけど、やっぱね、今はしたい仕事をして、はい、自由に生きるのが一番いいんです。まあ、景気はいいですからね。オリンピックあるし、万博あるし、日本にお金落ちてくるから。今から景気は少し上がるから、今のうちにしたいことして、でもダメだったら就職するんですよ。あ、もう結局中途半端にね、やりたいことやっても続かないからね。やりたくないことはやっぱ続かないからな。今からだってさ、40年間それするって考えたら、どこかそれに耐えられる。スーツが着たくないから。耐えられるんやったらいいけど、俺は絶対無理やと思うんだから。俺は無理だ。だったらやっぱやりたいことやってね、こうやって遊ぶのが一番いい。そう、まあ、若いうちにね、たくさん遊んで。そう怒られるよね、怒られないな、この歌。社会一般的にはまあね、ダメな話ですから、まあでもそれをね、まあ、うまくやってね、生活できたら、ね、それが一番。それが一番。なんかやりたいことがあっても一歩踏み出せない人って多分いると思うんですけど、なんかそういう人に何かアドバイスとかってありますか？例えば、やらなかったらゼロじゃないですか、したいことが、はい、でもやってミスしたら1はつくじゃないですか、はい、あ、これできたなとか失敗したなとか、その1を求めた方がいいです。失敗するの嫌やなとかって思うんじゃなくて、一回やって失敗した方が絶対経験になるし、確かにやらんかったらゼロやん、もうゼロか1やから人生、その1をたくさん積み重ねればプラスになるし、やらんかったらずっとゼロのままやるって僕は思ってますね。かっこいいっすね。なんかそう、僕こう見て結構経営的な思考、一応僕経営者なんで、こう見て後ろから音楽ずっと探していたって聞こえてきたもん。マジで後ろから出てくる。出てきたわ。今出てきた。相変わらずあの日のためな僕、中根黒に住みたいですね。住みたいね、ここら辺に。中根黒に家を買うっていう、いつかは住みたい。ローンじゃないですよ、現金一括です。一括で。今一番住みたい街はどこですか？あ、でも結構魅力的に感じるのは天性が住んでるところ。世田谷近辺とか。世田谷近辺めっちゃいいです。あそこら辺思うのがやっぱり駅近っていうのと、あと駅近になんかスーパーとか大きいものがあるところが一番いいです。なんか普通の生活って適思考やけど。
ぱりね、渋谷からタクシーで1メーター一番いい、代官山中目黒ら辺が一番いいです。たまたまね、はい、ご飯帰りに、はい、怪しそうなね、服装のお店が、占いのおじさんがちょっとなんかテンション上がってて、今日しかやる日ないよって言って、僕がで行こうって言ったんですよ、はい、1人1,500円、まあ、高いのか安いのか分かんないけどね。言霊っていうのがあるから絶対悪いですとかマイナスのこと言わない方がいいで、言わなかったらおのずといいことが起きてくるって言われて、まず悪口は言わない、次にお金は使う、貯めない、お金は使うことによってまた返ってくる言われて、その日以降も結構冗談で2人とも悪口は言わんとこない、お金は使った方がいいってやってたらめっちゃ仕事が来てるな先生。そう、めっちゃ今大きい賞でいっぱいもらってて、その日以来ほんまに変わったよ、なんか知らん。だから決断づけると、占い師のおじさんがいたらやってもらった方がいいとりあえず行った方がいいです、一回は。これから結構通っちゃいそうですか。いやでもやりそうやな、二人で夜やったら、うん、おおってなったら行こうってなるし、それでもし二人も三人も同じこと言われたら、あ、合ってるんだなって。そう、言ってることは分かったな、うん、例えばまあ恋愛の話とか、うんうん、もう確かにやったもん、うん、だからぜひぜひチャレンジしてみてください。絶対チャレンジした方がいい、まあ、とりあえず悪口はあんま言わない方がいいから、お金は使いましょうあのマンション住みたいね、将来。いやや、地区がちょっと古そう。うちの村にないもん、この大きさ。小学校の全校生徒17人なんで。コンビニはどこやったっけ、徒歩、コンビニ。徒歩では行け、車で30分だからコンビニの意味ないもん、早い。いいな、そういうところに住みたいわ。いや、やっぱやめとこう。なんか、老後とかやったらいいけどね。そうそう、老後とかやったらいいけど、もう生活ない。でもな、もう何もすることない。電波ないもん、ドコモ。うん、ドコモ以外電波ない。ドコモが一番通じる。東京だったらドコモさ、結構通じるとこ多いやん。そうや、逆にな。次は、とりあえずどこ行きますか。次はタピオカ、タピオカ行きます。タピオカで東京ってのタピオカじゃないですか。はい。でタピオカ振ったらもうナインティーって言ってるんですよ。ナインティー、まだあんまり入ってないですよ。入ってないですね。多分流行らないです。流行らない。でも美味しいんです。そう、知ってる人、僕らだけ知ってればいいみたいな感じなんで、もう他のお客さんいらないです。じゃあこちらのマジでうまいです。これですね。これですか。最高です。タピオカがめっちゃ濃いんですよ、味が。タピオカがマジで大きくてめっちゃ大きいんですよ、もう大粒。なおかつめっちゃ甘いんで、甘党の人におすすめです。甘いの苦手な人はやめた方がいいですね。めっちゃ甘い、めっちゃ甘いです。では、あ、今入ってます。行きました。甘い、めっちゃうまい。ぜひ北東がおすすめです。次はどちらに行かれますか。次はね、丸井ですね。友達がポップアップしてるんで、それに顔出しに行くわ。丸井はあんま行かないですね。行かないですね。基本的には外って、表参道の方に行くか、飯食って帰るか、ダーツ。久しぶり。倉浜ちゃんです。お友達です。楽しい。あとね、なんかいろいろ聞きたいこといっぱいあった。そうですね。そうなんですよ。楽しみ。ちょっと感じてみて。まあいろいろ風もそれなりに聞こえてる。ただなんかマホさんとかも入ってくれるから、ほんま何も幸せなこと。今日はありがとうございました。ありがとうございました。長い間ちょっと歩かしちゃってすみません。いやいや、ありがとうございます。今日なんか一日の感想を聞けたらなと思います。弱的なの初めてだったんで面白かったです。まあでも全然ね、素で本当にもうこんな感じで、いつもこんなんですこのままっすね。またいつでも見てください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、ありがとうございます。